はい、ということでサンロイヤルゴルフクラブマイゴルフ予約当選者会マネージャーさんです、ね、ありがとうございます。あのニックネームがマネージャーさんなんで、はい、そうなんです、はい、役仕事の役職が別にここのマネージャーでもないし僕らのマネージャーでもないです、はい、まあそこの辺はね、まあまあでも勘違いしてもらっても大丈夫です、はい、すごい言い方なんでね。いや、ありがとうございます。勝負しましょうか。勝負しましょうか。最後なんでね。スクラムでいいですか。ラグビーやったことない。ラグビーやったことない。体型で人を判断してた。はい、1対2で勝負するんじゃなくてカメラマンさんに2対2でやるんじゃなくて、あの多分でも1対3でも僕ら負けます。勝てないっす。怪我するんだけ嫌やなと思って。どっちとチームがいいですか。これでもストロークですよね。結局でも普通に回るんですよ、うん、はい、ストロークですよね。いや僕飛距離そう憧れてるんで、はい、刺身さんとじゃあチームでやって。ありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。前半俺そういう気持ちやってんから、ずっと勝手になんかプランなしでチームさせられてるから。早打ってくれないですか、マネージャー。あ、違う違う、俺です。行きます。急に冷たくなります。敵やぞ。敵や、全員敵や、国民。何ヤードですか。155。右からやね、風は。ここ絶対左行くんよな。うわー、風の止まった。くっそ。止まれ。ほんまに言うてる。もっと右出さなあかんな。ほんまに、ほんまにゴーって言ってるんですね。もっと右やね。出てました。心の声が。8番でいきます。はい、ピン右からドゥルーで。ドゥルー、まあドゥルーしか打てないので。あれあれ。ノンドゥルー。なんでこういう時に限ってドローで。なんでなん。やっぱなんか左に行きそうな気して嫌かったな。8番でいきます。はい、はい、あー、また取ってした。お、いいよ。いけ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 。いってるいってる。意外とこれ乗るんじゃん。あ、乗った。うわ、ラッキー。待って、ラッキー。あ、さすが。ゴー言うてる、ゴー言うてる。あ、まだいってる。悪いやつおるわ、ほんま。ナイス。士気下がるわ。ねえ、ほんと。でもジム行かれてるっていうのはこうやってこういう感じですか。前はやってたんですけど、はい、ゴルフしだしてからウェイトをしなくなりました。ああ、それはゴルフのために。ジム行って打ちっぱなしでしてたんですよ、はいはい、でも体動かなくて、はいはい、もう筋トレいっかと思って、で今プールでずっと泳いでるんですよ。あ、一緒じゃないですか。はい、で、あ、だから言うてくれたんですよ。そうそうそう。でもやってないんです最近。いや、でも月1ぐらいです。あんな強要んげたのに。そう、めんどくさくない。いや、ちょっと人がね、そのプールが入りだして、はい、なんか あんまりこう人を気にせず泳げてたんですけど、前までやったら、うん、それが泳げなくなっちゃった。確かにな、バタフライはなんか限られてるから。クロールなんですよ。クロールクロール1キロ休憩なしで行くんで、だから人おったら結構気にしないとか、ペースがあるんで詰まったりしますもんね。そうなんですよ、うん、確かにクロールで止まられへんもんな。そう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 。僕から行きましょうか。僕から行きましょうか。僕から行きます。はい、あ、いる。うわお。惜しい。マネージャーパターじゃないんですね。いやー、どっちだろうと思いながらちょっとアプローチで行ってみます。はい、45で行きます。勇気あるな。スタート。失敗しました。ナイスチャレンジ。ナイストライ。ところで止まりましたわ。これね、皆さん永遠の課題、境目。こんなんはもうボール当たるまでは絶対ラフなんで、もうラフやと思って打つんですよ。皆さんこれ境目やからどうこうしなあかんって思うからむずいけど、これもうラフやと思って打つ。そしたらね、そんな期待しない。ラフ、これはラフなんです。
早いわ。早っ早っ。マジうまく歌おうてんけどな。あ、打ち過ぎた。わおわお。気合でねじ伏せたい。あ、分からん。うまく。うめ。ナイス。あた素晴らしい。スーパーいいパットや。いいパットやな。ありがとうございます。気持ちよさそう。いやもぎ。はい。いや今のしょうもないな。ナイス。ありがとうございます。やるね。勝ちましたよ。勝ちました。忘れてた。勝負忘れとった。勝ちましたよ。ほんまや、勝負やってたやん。よし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 よ。あと2ホール。パーパーで上がれば勝てる。この度、マイゴルフ予約がスタートしました。なんと、全国のゴルファー皆様にマイゴルフに出演できるチャンスがあります。応募条件はマイゴルフが自信を持っておすすめする提携コースでラウンドしていただくだけです。ご予約いただいた全ての方々にドリンクサービスかお土産品をお渡ししております。予約方法などの詳細は概要欄の URL をチェックしてください。皆さんぜひ僕たちと一緒にラウンドしましょう。お待ちしております。待ってます。キングダム見ます。映画ですか。映画とか見ます。映画は見てみましたし、漫画はもうでも最近読んでないですね。すげえな、キングダム。キングダムを見てない人に会いたい。僕でも連載最初から見てますよ。あ、漫画で。すげーですね。はい、漫画めっちゃ好きなんで。すごいな。やっぱ将軍くんみたいですよね。将軍ひげ。ひげと髪の毛と。誰があんなチリチリパンは。嫌いなの。嫌い、一番嫌い。でもマネージャーさんからしたらね、その好きなキングダムの王騎将軍と思われてよかったですね。うん、うん、わらべしん、今のはいいですよ。僕わらべやった。しんでした。いきます。今のよかった。ナイスです。あがす。今の球の位置良かったっすね。ちょうどいいぐらいですか。はい、よっしゃ。あがす。ナイス。ナイス。うわ、勝負マジ忘れてたわ。よかったね、ロンちゃん。T 上げすぎたかな、これ。もうなんか、T アップしてるみたいになってくる。あ、そう。高いな、これ。高い、だいぶ高い。けど、イメージは直ドラでいけるから、なんか、これええかもしれない。ナイスです。ここ最近で一番シンクった。あ、そう。ナイスです。これ飛んだぞ。もう大きなまま放置してるんですね。はい、このまま行きますからね。それでダメ。それで封建でも無理やわな。うわー、耐えたな。耐えた。このロケーションちょっと打ちにくいな。もっとこっちからしながらな。さあ、8から5です。えぐい。こっちからやな。こっちからむずいな。よっしゃ、もう負けへんぞ。届くかな、このホール。届くやろ、さすがに。マネージャーさんが一番マイゴルフの動画でなんか面白いなって思う動画とかあったりします。柴田雅也さんいないのに、はい、ずっといじってるじゃないですか。はいはいはい。でそれを見た後、
僕タラオのお風呂入ってたら見かけたんですよ、はいはい、それ見てちょっとまた思い出し笑いしてて喋りかけました。喋ろうかなと思ったんですけど、多分あの、まあ、どなたかと回ってたんで、そうそう、あんまやめとこうと思って。まあ、無視されるんでね。無視されるんですか。声かけなくてよかった。よかった。声かけなくてよかった。歩き方あんなんでした。それを見て僕も一人で思い出して笑ってたんです。お風呂入り。最近やってないな。やらない。池まで230ぐらいやったんで、ちょっと手前に落ちるようにと思って、はい、ちょっと池まで230ぐらいなんで手前でクリークで行きます。ちょっと見えん、バンカーかな、バンカーか、バンカー左かぐらいかなと。左かぐらいですか。ちょうど250ぐらいですね。スプーンで行きます。うわ、手前からアプローチした方がバーディー取れるかもしれんな。ちょっとガチでバーディーが欲しいんで、 2U で手前からのアプローチでも良しとして行きます。で、花道にエッジ落ちて乗ってくれたら最高っすね。うわ、そっち行った。ナイゾーン、はい、あざっす。グリーン違うわ、もんじゃそれ。え、うん、はめられた。誰も何も言ってないから。あった、ありました、ゴーラフ。これで逆に言ったら狙う選択肢がなくなったんでありがたいです。7番で息までね、190ぐらいなんで、これで全然飛ばないと思います。7番でも150ぐらいしか出てへんのちゃうかな。見えない。ピン方向。結構経緯。今どう出ました。88ヤード。ちょっと上げよっか。まっすぐ打ちますわ。60度で。うわ、引っ掛けだ。まあいいか、あれを入れよう。77ヤード58でいきます。うまい、これいいよ。あ、短い。あ、惜しい。あざす。いや、ナイスです。ちょっと短かったです。もうでも全然いいっす。絶対バーディー取ります。ボールの位置を、普通はこうやって真ん中構えてロブショットとかって開くんですけど、開かずに球の位置だけ左足の前ぐらいにして打つっていう。こうするだけで球がゆっくりなるんで、捕まった遅い球が出るんで、もしロブが怖くて高い球を打ちたい人はやってみてください。56で。58で打ちます。ちょっと下から入っちゃいました。ちょっとハンドファースト意識してやってたんですよ。お、うまい。キャップ。惜しい。えい、あら、勝負があんねんな。入れなあかんやん。じゃあボン選手があそこから3パットはないか。うん、2パットもないかな。うわー、うわ、えぐ。マジか。絶対入ったやろ今の。バディです。パーよっしゃ。今のはでも完璧や。パットは完璧。ほぼ入ってました。はい、もう最高やった今の。ほぼなんて言葉はない。黙れ。入るか入らないか、あ、打て。お先です。あ、打て。お先。
もうおらんねん。お先失礼します。いけいけ、こう、うわ、くっそくっそバディで今日はでも、ええ感じに回っとんな。そうやね今、ええ感じよなんか、パターもてんちゃんに言われてようなったな、はい、そう緩んでる言われてようなったな。でも、右脇のイメージはなくなした。あ、それはやめた、うん、多分、そういうそれ以前の問題、それ以前の問題。ちょっと最後また、はい、いい球打てるように頑張ってください。はい、いきます。いい感じになってるんで。あー、右行った。あ、抜けた。なんか全然、おなんか左に鬼キックしてたように見えたの。あ、まさぶっ飛ばす。どうぞよいしょ。いいね。ちょっと、うわ、なんか、あ、あざす。しゃしゃ、あっあっ、多分上げすぎてたな今日。クラブハウスよりは上げんとこ。確かに上げてない。バンカー入って、バンカー入って、魔術師バンカー入って思った。白からのがむずい。三のやる白からのがむずい。やっぱもう全然距離でなんか飛びすぎるっていうのもあかんっすね。ドライバー持ってるからやろな。そうやな、アイアンとかでよな。後ろから打ってるとこと同じぐらいのとこからやっぱ打とうと思ったら、うん、なんか どこ行くか分からへん怖さもあるよな。ああ、きっと知らんからな、うん、やっぱ右届いてますしな。刺身届くな。もんちゃんでも届くんじゃね。あ、右ってもう OB のあの池みたいなやつ。 OB やで、あれ怖っ。そうやで。207、ここでちょっとカット面に入れたらかな。まあ、並んでもいいっすね、このライアシ。グリーンの右端ぐらい狙いますわ。右端狙って捕まって乗ったらラッキーやな。頑張って乗ったら、あー、まあちょっと手前やけど、あれで OK でしょう。ありました。あ、ありました。この切り株の前に、はい、ちょっと7番で出します。お、うまい。うまい。ナイス。ナイス。31いいで。フライヤーで131。ちょっとショートしてもいいかな。おお、うん、はい、ショーン、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。120ヤード45でいきます。はい、あ、左巻いた。キック。お、お、ナイス。大丈夫ですよ。あざす。真ん中ぐらいかな、落とすとこは。適当やな。ちょっともう一球っていい？はい。下手すぎた。11ヤード58で打ちます。うまい。うまい。きた。めっちゃうまい。ナイス。ナイス。いいアプローチ。いいアプローチ。剥がす。
おほほほほやるねえありえどうしたんかっこええっすねあそうですよいつも通り、はい、ちょっと強かったかな、うん、かっこええかっこいいよかうざないそれ以前に仕上がってんのあらそうきたナイスナイスちゃんとやなゴルフは最後気持ちよかったよいしょなんかめちゃくちゃ打ちにくいですねあれ2人ともたまたま2人ともたまたまなんでめちゃくちゃ打ちにくいですあそういうこともあるんか普通やから俺らおかしいからオッケー、オッケー、最後入れておきますか最後入れておきますオッケーありがとうございました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 最後すごいの見た後にやらかしてしまいました完全ちょっと取り乱しました気持ち惑わさせたやっぱこんなん入れるんやと思って2人入るかあれはい、ということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今回勝負乾杯やわ。ありがとう選手、ええ感じやったな。ええゴルフやったね。いや、もう久々にも打ちたかった。球打ちたい。球打ちたい。曲がる気がせん。源さんぐらい早打ちたがってるよ。源さんすごいですから。いやということで、はい、ありがとうございました。乾杯でした。マネージャー、ありがとうございました。いやいや、ちょっとドライバーのティーショットの悩みをちょっと前に進められたかなと思います。そうですね。なんか意外と、はい、なんか間違ってることは多分シンプルなところだと思うんで、はい、アドレスやったりとか、はいはい、ちょっとした、はい、振り切りが、うんうん、振り切れてない時とか、はい、なんで、まあ、そうですね。そこをちょっとまた頑張ってほしいなと思います。わかりました。ちょっと練習する方なんですけど、はい、ボンさんの練習しない話聞いたらどっちがいいかちょっとわからなくなって した方がいいです。まあ、稀です。まあまあ、一時めっちゃやってましたからね。はい、僕ももちろん駆け上がる時は駆け上がるんで、やっぱ練習、それは練習量です。もちろんもちろんそうです。ありがとうございます。どうでした撮影は。いや、まあ、気にしないでおこうと思うんですけど、はい、まあ、いつも YouTube 見てるお二人なんで、はい、気にしないはできなかったなと思いただこんなこと言うと失礼なんですけど、すごく優しくしてもらえたんで、良かったなと思ってます、はい、失礼だったっすねたまにラグビーしてない話ずっとそうです、ね、見た目でまたまだ信じたいです僕は絶対大学の時アメフト部とか誘われましたけど やってないまたちょっとね奥行きそうな球を5を言っちゃったりとかすいませんいやいやあ代わりにこれかと思って代わりにちょっと謝って言ってないんですけどね多分心の声がどっかから漏れてるって言ってましたおならみたいなもん言ってました口から出てた出てましたマイク入ってますいい楽しく回らせていただきますありがとうございます、まあ、それではね、はい、寂しいですかこの辺で終わりましょうか、はい、ありがとうございましたありがとうございましたそれではね、マネージャーさん、まあ、最後まで頑張ってくださってたんでマネージャーさんのプレーナイスって思った方はぜひいいねボタン押してくださいお願いしますよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。マイゴルフ予約よろしくお願いします。